長、お待たせいたしました。知事の定例会見をさせていただきます。冒頭、知事の方から説明があります。佐々木、よろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いいたします。冒頭私からは新型コロナウイルス感染症の感染の急拡大への対応についてご説明を申し上げます。まず感染が急拡大する中でも医療や介護に携わる方をはじめコロナの対応に最前線で当たっておられる皆様に心から敬意と感謝を表させていただきます。その上で県内でも感染者が急激に拡大している事態を踏まえまして、先ほど本県の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催をいたしました。対策を取りまとめ、県民の皆様への緊急のお願いを行うこととしたところでございます。合わせまして、今一度感染対策の再点検と徹底について関係各部署が一丸となってしっかり取り組んでいくよう各部局に指示をしたところでございます。県民の皆様には現状をよくご理解いただき、行動制限をお願いしないで済むためにも、本日お話しする緊急のお願いを踏まえて、お一人お一人ができる対策などに取り組んでいただきますようお願いを申し上げます。スライドをご覧ください。7月以降、全国で感染者数が増加しており、多くの地域においてこれまでにない急速なペースで感染が広がっています。国内の新規感染者数は今月16日に11万人を超え、過去最多を更新するなど、これまでにない急激な感染拡大が続いています。県内でも7月に入り感染者数が増加に転じ、本日も後ほど正式に公表いたしますが、1日あたりの公表数としてはこれまで最多でありました3月2日の628人を上回りまして、817人の新規感染者数を確認しているところです。これは祝日だった月曜日の反動も一部含まれると思いますが、いずれにしましても大変な数字だと認識をしております。また感染者増大に伴い入院者数も増加傾向にあります。注意が必要だと感じております。感染者の内訳を年代別で見ますと、これまで同様に10歳未満あるいは 10代のお子様の感染が多く、次いで親世代の30代40代と続いており、保育所や学校で感染が広がり、さらに家庭内での感染につながっていることが考えられます。合わせて職場内での感染も広がりを見せているところです。一方でこれまでのオミクロン株と同様の傾向ですが、感染者のほとんどが軽症または無症状となっています。今後懸念されることとして、3回目のワクチン接種からの期間が特にご高齢、早めに打たれたご高齢者の多くの方において数ヶ月以上が過ぎており、免疫の減弱、減る、弱まる、減弱が起きていると考えられることです。またより感染力が強いとされております BA.5 系統などへの置き換わりが県内でも進行していることが推測をされます。加えまして、今後夏休みに入り、お盆や帰省などで普段会わない方との接触機会が増加していくことも予想されます。このような状況でできることは、さらなる感染拡大をできる限り防ぐこと、またメリハリのある対策で重症化リスクのある方への感染を防止し、医療介護の現場が逼迫する状況を回避することです。このため県民の皆様方に今一度感染対策の再点検、そしてそれを徹底をすることをお願いをいたします。感染急拡大を受け、また人との接触機会も増える夏休みを控え、県民の皆様への緊急のお願いです。5点、ワクチン接種の促進、検査の活用、体調不良時の外出自粛、効率的な換気、会食や帰省の際の注意、この5つの点についてお願いをします。以下それぞれについて申し上げます。まず、ご自身の健康や大切な方を守るためにワクチン接種をお願いいたします。特に60歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方は、重症化予防効果が高いとされます4回目の早めの接種をお願いいたします。さらに3回目接種、特に若い世代でまだの方は、感染予防効果、入院予防効果を回復させるために早めの接種をお願いをいたします。県ではワクチン接種センターを設置をしておりまして、1回目から3回目の接種を実施しておりますが、高齢者等の重症化予防が重要であることから、
新たに4回目接種にも対応していくこととして準備をしております。次のスライドは2点目ですが、感染の広がりを抑えるために感染に不安を感じる方は無料の検査をご活用ください。無料で受けられる期間については7月末から8月末まで延長をいたします。さらに職場内での感染の広がりも見られることから、一部の検査所ですが出勤前にもご利用いただけるよう早朝時間帯での検査を実施していくこととしています。準備を進めています。また重症化リスクの高い高齢者施設や感染が広がっている保育所などでの感染拡大防止のため、各施設での検査を迅速に行えますよう検査キットを高齢者施設や保育所などに追加で配布をいたします。3点目です。発熱など体調が悪い場合は感染を広げないために出勤や外出は控えてください。医療機関へ連絡の上受診をお願いします。現在非常にうつりやすくなっています。これまでは見られなかったことですが、職場でマスクをしているのいても感染をしたという例も見られました。それから再度感染をされる方も出ております。事業主の皆様におかれましては、従業員の体調が悪い場合は休暇の取得を進めるようにお願いをいたします。なお事業主の皆様にもう一つお願いがございます。療養後や濃厚接触者の方が職場復帰される際に検査による陰性証明は必要ありません。従業員に陰性証明の提出を求めることのないようにお願いをいたします。まあ、と言いますのは、この陰性証明目的の検査のために医療現場に負担がかかってきています。何卒ご理解をお願いします。また感染が確認された場合、現在軽症無症状の方が多く、ほとんどの方が自宅療養となります。このためいざという時に備えまして、服薬中の薬、食料品、日用品の準備を、まあ、最低限で結構ですがお願いをいたします。次のスライド4点目。暑い日が続き、エアコンの効いた室内で屋内で、過ごす時間が増えておられることと思います。飛沫感染対策に加えまして、まあ、空気中を浮遊する微小な粒エアロゾルへの感染対策として、効率的な換気対策をお願いします。具体的には部屋の中の空気の入り口出口を確認し、この図にありますように空気の流れを作っていただき、2方向の窓開けや換気扇換気設備により空気を入れ替えてください。また図にありますように空気の流れを阻害しないようにパーティションなどの配置の仕方も ご配慮いただければと思います。気流が集中する風下の席ではには椅子を配置しないようにお願いをします。次のスライド5点目。お出かけや会食をされる方は混雑を避け、基本的な感染対策のほか体調管理にご留意をください。会食される場合には認証店をご利用いただき、会話時のマスクの着用や大声での会話を控えるようお願いをいたします。また今後お盆や帰省などで普段会うことのない方と会われる機会が増えると思います。特に県外から帰省し高齢者と会われる場合、健康チェックや事前検査をされてから来られるよう、来県を予定されるご家族あるいはお知り合いの方への呼びかけをお願いをいたします。これらの感染急拡大を受けて県の対策についてご説明を申し上げます。一部はすでに県民の皆様への緊急のお願いの中でも述べましたが、まずワクチン接種促進に向け、新たに対象となる医療従事者や高齢者施設などの従事者への4回目接種を含めまして、目的や効果の広報を強化してまいります。併せて県の接種センターで新たに、これまで1回から3回目までの接種にしておりましたが、県の接種センターでも新たに4回目接種を実施をすることといたします。次に感染に不安を感じられる方が無料で検査を受けられる期間を7月末から8月末に延長するとともに、出勤前の早朝でも検査を受けることができるように対応をいたします。また感染拡大防止のため検査キットを高齢者施設や保育所施設などに追加で配布をいたします。さらに
感染拡大への備えとして確保病床を拡充しまして、今週末をめどに現在のフェーズ1の111床からフェーズ2の230床を確保してまいります。ワクチン接種についてですが、高齢者施設でのクラスターが見られるようになっています。高齢者施設でのクラスターは、これはすぐに入院者の増加につながり、医療提供体制の逼迫にもつながりかねません。なので、高齢者施設での4回目ワクチン接種の促進を進めてまいりたいと考えております。最後になりますが、基本的な感染対策について改めて再確認をお願いをいたします。エアコンの使用時においても空気の流れを作り、効率的な換気対策を取っていただくほか、密や混雑、大声を出すなどの感染リスクの高い場面を避け、こまめな手洗いをお願いします。またマスクについては、熱中症を避けるためにも屋内外や会話の場面などに応じて、フレキシブルに使い分けをお願いをいたします。今回の感染拡大はこれまでにない急速なものとなっています。軽症や無症状の例が多いからといって油断をすることなく、希望される方のワクチン接種や基本的な感染対策のほか、体調が悪い場合には外出を控えるなど、一人一人のうつさない、うつらない行動を重ねてお願いをいたします。感染拡大を食い止めるために、共に立ち向かってまいりましょう。冒頭、私からは以上でございます。